ロータス18はチームロータスが1960年に開発したフォーミュラカー。コーリン・チャップマンが設計した排気量の異なるエンジンを搭載することでフォーミュラジュニアから回に回1まで使用することができた。回1世界選手権では1960年から実戦投入された。回1用のクライマックス FBF エンジンクーパーの成功に続き ロータスが製造した最初のミッドシップマシン。角張った武骨なボディ形状からビスケットボックスと呼ばれた。シャーシは軽量なスペースフレーム構造で燃料タンクはドライバーの膝の上に設置された。回1の2.5リッターエンジン用、回2の1.5リッターエンジン用の2種類があり、構造を簡略化したフォーミュラジュニア用もバッチ生産された。エンジンは一貫して コベントリークライマックス製を搭載した。ロータス製5段マニュアルトランスミッションはクイアーボックスと呼ばれた。1960年シーズン開幕戦ではイネスアイルランドがトップを走行したがマシントラブルにより交代した。アイルランドはグローバートロフィーでノンタイトル戦ながらロータスの F1 発勝利を獲得。このレースで敗れたロブウォーカーレーシングは18を購入し、 モナコ GP でスターリングモスのドライブにより優勝した。これはワークスのチームロータスより先に記録されたコンストラクターとしてのロータスの選手権初勝利であった。18はフロントエンジンの12や16よりも性能が向上したが信頼性が低かった。ベルギー GP ではモスとマイク・テイラーがマシントラブルでクラッシュし重傷を負った。 アラン・ステイシーは顔面に鳥が当たって死亡するという呪われた週末となった。両足の骨折から復帰したモスは最終戦アメリカ GP でも優勝し、ロータスはクーパーに次ぐコンストラクターズ2位となった。また、後にチャンピオンとなるジム・クラークとジョン・サーティースが18に乗って、下位1デビューした。ポルトガル GP ではサーティースが初ポールポジション。 クラークが初表彰台を獲得した。18、21、1961年から、第一のエンジン排気量が1.5リッターに縮小された。チームロータスは21を主力とし、ロブ・オーカー・レーシングラ・プライベーターは18か、18の、車体に21の、ボディカールを搭載した18、21を使用した。この年は強力な V6 エンジンを積んだフェラーリ156回。 1市が圧勝するシーズンとなったが、モスは18で、モナコ GP、18、21で、ドイツ GP を制してみせた。モナコ GP では車体を軽くするため、ボディのサイドパネルを外して走行した。1962年以降、ワークスチームは24にや25に移行し、18と18、21は、プライベートチームのみに供給された。 18で祝務を上げたモスは1962年シーズン前のグローバートロフィーでハードクラッシュを喫し、その怪我が元で現役引退することになった。この時乗っていたマシンは父親が運営するユットレーストールレーシングが所有するライムグリーンの18-21だった。ありがとうございます。